グレートイースタン本線、グレートイースタン本線、グレートイースタンメインライン、ジェムルは、イギリス鉄道の幹線鉄道路線である。ロンドン都心部とイーストオブイングランド、イングランド東部地域、グレートブリテン島東部とを結ぶ。シティオブロンドンにある、ターミナル駅のリバプールストリート駅からイップスウィッチ、ノリッチ、およびイーストオブイングランドの海岸沿いのリゾート地とを結ぶ。この路線は、 主として、通勤路線かつ、レジャー客を輸送する路線であり、また、貨物列車のルートでもある。路線は、ロンドンから、途中のシェンフィールド駅までは、基本的に列車線、急行線と電車線、観光線の複線がそれぞれある複々線で構成される。前車は、インターシティ、特急列車とロンドン近郊の外まで走る列車が、後者は、 近距離の普通列車が使用する。近距離列車が走らない、シェンフィールド駅員は、伏線となる。この路線の最初の区間はにより建設され、1839年より、都との間で運行を開始した。1874年にリバプールストリート駅が開業するまでは、最初は、ショアディッチ駅という駅名であったが、ロンドンのターミナルであった。1862年、 イーシアは他の鉄道会社と合併しとなった。この鉄道は1923年の輸送法によってロンドンノースイースタン鉄道へとグループ化された。その後1948年にイギリス在来線の国有化によりイギリス国鉄のの一部となった。1986年にはの一部となった。民営化後はナショナルレールに属し、 1997年1月5日から2004年3月31日の間は近距離列車、近郊列車、サバーベンサービス及び中距離列車はが運行し、対して急行線を走る列車はが運行していた。2004年以降はほぼすべての列車をが運行している。この路線はネットワークレールが保有、保守管理を行っている。本線は交流2万5000ボルト。 架空電車線方式、河川方式によりされ、ロムフォード電気制御室、ロムフォードエレクトリックルコントロールルームで制御されている。支線である、アップミンスター、サウスエンドビクトリア、サウスミンスター、ブレントリー、クラクトン、フリントン及びハーウィッチタウンへの各路線もまた同様である。1930年代には、ルナーにより、リバプールストリート駅から、 シェンフィールドまでの均衡区間は直流1 5 0 0トで電化する計画が立てられ工事が始められていた。しかし第二次世界大戦の開始により計画は一時中止とされ1949年まで完成しなかった。その後1956年にはチェルムスフォードまで延伸し、最終的に1986年にノリッジまで完成した。 イギリス国鉄の1955年の近代化計画は、グレートブリテン島の河川方式を交流2万5000ボルトで標準化するよう要求し、GE は1960年11月4日から6日にかけて転換された。ロムフォードチャ・ドエル、ヒースの間で小さなネットワークレールオーレデポーがジャツムズ・レーン立教に隣接している。さらに、 車両基地のロンドン側の橋には、ネットワークレールの電気制御室、エレクトリックルコントロールールームがあり、電気の供給とかつてのアングリアリージョン全体へのオーる、システムの変更を制御している。信号は、リバプールストリート IX、1992年使用開始、および、コルチェスター PSB。 1983年12月使用開始の2つの信号コントロールセンターにより制御されている。ロバプールストリート IX はマークステーまでの信号をコントロールし、イエンはノリッチまでシーコルチェスター PSB が管轄する。また、特定地域のみを管轄する小さな信号国所もいくつかあり、その中にはインゲイトストーンボックスのように複数の場所の分岐点にわたり、 管轄区域を持つものもある。リバプールストリートアイエックは、ベスナルグリーン、1997年廃止、ボウ、1996年廃止、ストラトフォード・イルフォード、1996年廃止、ロムフォード、1998年廃止、ギデア・パーク、1998年廃止、シェンフィールド、1992年廃止、および、チェルムズ・フォード、 1994年廃止を置き換えたものである。システムは BR マークサンソリットステートインターラキングス顕著に4等式信号及び GEC アルスサム HW2000 とスミススクランプロックポイントマシ i n の組み合わせを使用する。リバプールストリート IX への移転により最初に廃止された信号国書はシェンフィールドにある1982年に 使用開始したばかりのものであった。移転された最後の信号告書は、ロムフォードとギデア・パークにあるものであった。これらは移転されたものの中で最も古いもので、ゲル及びルナーの1924年の信号改良計画により使用開始したものである。リバプールストリート駅を出ると、路線は列車線、本線、ザメインズ、急行線と電車線として知られる二組の伏線。 複々線により構成される。また、ベスナルグリーンジャンクションまでは GE に沿って、ウェストアングリア本線の列車が走る複線の近郊線、サブアーバンズ、サバーベンスも付設されている。GE の列車がサバーベンスを使用することも可能であるが、リバプールストリート駅のプラットフォームの配置の関係からこれは非常に稀である。ベスナルグリーンでサバーベンスと分かれると、 GE は、ボージャンクションまで4本の線路を有する。ボージャンクションには、複雑なポイント、平面交差群がある。LTS 線からの電化線路が、ロンドン側から合流し、さらにその後に別に、ノースロンドン線、テンプルミルズ及びソーントンフィールズ車庫へ向かう2本の線路が、テンプルミルズ方面へ、デルタ線形状で分岐、合流を行う。テンプルミルズへの分岐点から、 ストラトフォードのロンドン側の橋までの間には6本の線路3複線があり、ストラトフォード駅を5本の線路で通過した後、駅の郊外側の橋から線路は4本複々線となる。シェンフィールドではサウスエンドビクトリアへの線路を分岐し、複々線から複線となる。以降は終点の乗り地までほとんどの区間が複線のままとなる。ただしこの区間では、 コルチェスターやイップスウィッチのような通過列車が多い、駅にはインゲイトストーンのロンドン側にあるような貨物用、対比線とともに2本以上の線路があることがしばしばある。1930年代まではロンドンまでやってきた列車線の列車がリバプールストリート駅の西側の長い方のホームを利用するには、同駅の入り口で近郊列車と平面交差する必要があったが、 これを解消するため、1930年代にのすぐ、西に列車線と電車線を入れ替える立体交差用の高架線路が作られた。この新しい構造により、ストラトフォード駅では、セントラル線、1946年に、海図とのクロス、プラットホームインターチェンジ、同一ホームでの乗り換えが要因になった。イルフォード立体交差には、そのどちらの側でも、 単線の連絡線が立体交差の脇を進み、急行線、観光線の間を結ぶ。西行きの線路はのすぐ西側まで伸びる。マナーパーク駅の線路には5番目の短いホームが設けられているが、通常は使用されていない。東行きの線路はイルフォード駅まで伸び、同駅の5番目のホーム、東端式ホームにつながっており、限られた数の旅客列車が使用する。 また、サウスエンド・ビクトリア方面に向かう列車が列車線から電車線へ移る、転線するための立体交差をギデア・パーク・キャリッジ・サイディングスの郊外側に建設することもまた考えられていた。現在はその代わりに、シェンフィールドのロンドン側の分岐点で列車は移っている。ロンドンとのリッチとの間で、電気機関車兼員、動力集中方式の特急列車、 インターィが運行されている。近距離列車及び近郊区間外まで走る普通列車は、電車、動力分散方式、エレクトリックマルティプルユニッツにより運行されている。列車は最高時速100マイル、160キロメートルで運行される。電気機関車、ディーゼル機関車原因の貨物列車も運行される。ほぼすべての列車が、のブランド名を使用するにより運行される。 2004年4月1日にワンブランドによりフランチャイズが始まった。2007年5月の時点では深夜に C2C によるバーキング駅までの列車が2本運行されている。これはロンドンフェンチャーチストリート駅がコスト削減運動のために午後早くに営業を終了し、すべての列車をリバプールストリート駅からの運行としていたイギリス国鉄の時代に遡る。 ストラトフォード駅がかなりワーフへの接続により重要性を増したものの、リバプールストリート駅は主要な旅客の目的地である。近郊区間外まで走る列車及びインターシティ、特急列車はリバプールストリート、シェンフィールドの間では列車線、急行線を使用する。支線がロムフォード、シェンフィールド、ウィサム、マークスペイ、コルチェスター、イップスウィッチ。 ストマークとおよびの立地で分岐し、いくつかの目的地へは直通運転が行われる。全列車がシェンフィールドからコルチェスターまでは同じ線路を共有する。高頻度の列車が近郊区間の駅が設置されている。リバプールストリート駅、シェンフィールド駅間の観光船で運行されている。日中時間帯の列車は1時間あたり6本の発着となっている。 いくらかの列車はイルホードもしくはギネア・パーク止まりとなる。2009年までに、ストラトフォードからハロルドウッドまでの路線で、おできるようにすることが計画されている。現在は、リバプールストリートから、ストラトフォードでの間使用できる。近郊区間の列車とストラトフォードとシェンフィールドの間の観光線は、クロスレールに吸収されると計画されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。